さんこんにちは、佐藤のあです、今日はエチュードハウスのディアダーリンウォータージェルティントの6色をゲットしてきたので、レビューしたいと思います。はい、このウォータージェルティントですね、とにかくめちゃめちゃにパッケージが可愛いんですよ。入れ物とかもほら見て、可愛いでしょ。これとかスイカ、これ小豆、梨とか可愛いんですよ。とにかくで、肝心の中身もめっちゃ可愛くて、ほら見て、可愛いでしょ。アイスみたいな形になってるんですよ。すごい可愛い。これとかキラキラしてるし、ほら色鮮やかだし、もうこれ絶対これだけでインスタ映え間違いなしだと思うんですよね。で、肝心のね色味を手につけてみたいと思います。じゃん。下から順番に、OR205 番アプリコットバー、PK004 番小豆バー、 PK006 番ジュエルバー、これだけティントじゃないんですよね。で、ラメが入ってます。 RD307 スイカバー、本当にパッケージもスイカみたいだったしね、色もすごい可愛いです。最後は、RD306 番シャークバーを塗りました。色は全体的にすごいはっきりしてる色だと思うんですけど、質感がとにかく名前の通り水っぽくて水分量が多めなので、ウルルリップが好きな人におすすめです。すごいサラサラとしたテクスチャーで、唇の縦じわもカバーしてくれると思います。とフルーツ由来の保湿成分が配合されているらしくて、唇に潤いと張りを与えてくれて乾燥から守ってくれるみたいです。はい、まずこちら一番最初は OR205 番、アプリコットバーですね。とちょっとオレンジに近い色味なんですけど、ちょっとピンク混じりですごい可愛い感じの色だなと思いました。出してみたら、やっぱ水分量が多いのですごいいい感じの具合の色にしてくれました。いた感じの色に水プラスっていう感じの色でした。はい、次は小豆バー PK004 番を塗ります。これは秋っぽカラーですね。かなり秋の深めな色なので、すごく秋のメイクに合うと思います。唇につけた感じがとっても可愛い色なのでおすすめです。次は PK005 番ピーチバーを塗っていきたいと思います。これ見た感じすごい蛍光色って感じだったんですけど、つけたら意外とそうでもなくって、すごいちょうどいい感じの色にしてくれました。もともとの唇の色とかもあると思うので、赤っぽい、もともとが赤っぽい唇の人におすすめです。はい、次はスイカバー RD307 番、これはもうなんかザ・ティントって感じの赤だと思います。とにかく何でも割と合わせやすいと思いますし、この色は夏っぽいのでおすすめです。スイカだしね。はい、最後から2番目は、PK006 番、これだけティントじゃないって言ってたキラキラのやつですね。まずこれ単品で塗ってもいいと思うので単品で塗っていきたいと思います。すっごい思ってたよりキラキラですね。もう見てすぐ、あーキラキラってわかるぐらいのキラキラです。今ゴールドリップって流行ってると思うんですけど、それに近いのかなって思います。はい、次は、RD306 番、これが一番濃い色だと思いますね。深い、深めの色、すごい深めに発色してくれて、割と見たまんまの色ですね。深めの色なので、これも秋まで、秋冬で使えると思ってます。前回レビューした RD302 に結構似てるかなと思います。深めの色なので秋冬も使えると思います。はい、この上にキラキラのさっきのやつを塗っていきたいと思います。はい、塗ったらすごいいい感じに調和してくれて、とても可愛い色になりました。深めの色だけだと挑戦しづらいとかもあると思うんですけど、その上からこれを塗ることによってすごくいい感じになるので、初めての人も深めのリップの色の上に塗ると挑戦しやすいと思います。はい、まずこの手がもう10分経ったので、ティントなのでどれだけ落ちないか、おティッシュでちょっとやってみたいと思います。落ちてない。どのくらいティッシュに行きました？このくらい。でも水分量多めなのにすごい。すごい。落とすときはね、この間別の動画でも紹介したティントリムーバーをぜひ使ってください。おお。落ちてない。あ、全部生き残ってる。生き残り。こすっても全然。でも全然残ってます。はい、今日はエチュードハウスのディアダーリンウォータージェルティントのレビューでした。ぜひ皆さんも使ってみてください。インスタ映えも間違いなしだと思います。それでは。バイバーイ。